ただいまより2018年、新入団選手の入寮式を始めます。進行は私チームメイトの山口でございます。よろしくお願いします。今回こちらの11名の選手が、晴れて、死後の若鷹寮に入寮することとなりました。本日午後から合同自主トレが始まります。初めて顔を合わせる方も、皆さんいらっしゃると思いますので、まずはじめに各選手を私の方から紹介させていただきます。それでは支配下選手から参ります。ドラフト指名順にご紹介します。名前を呼ばれたら立ってご挨拶をお願いします。吉住春人投手、山形県出身、鶴岡東高校から入団。はい、吉住春人です。よろしくお願いします。高橋玲投手、千葉県出身、専修大学から入団。はい、高橋玲です。よろしくお願いします。増田修内野手、長崎県出身、横浜高校から入団。はい、増田修です。よろしくお願いします。椎野新投手、新潟県出身、国士舘大学から入団。はい、椎野新です。よろしくお願いします。田浦文丸投手、福岡県出身、中学館高校から入団。はい、田浦文丸です。よろしくお願いします。続いて育成選手、尾形修斗投手、宮城県出身、学校石川高校出身、から入団。はい、尾形修斗です。よろしくお願いします。修斗右京内野手、群馬県出身、東京農業大学オホーツクから入団。はい、修斗右京です。よろしくお願いします。砂川リチャード内野手、沖縄県出身、沖縄尚学高校から入団。はい、砂川リチャードです。よろしくお願いします。大竹幸太郎投手、熊本県出身、早稲田大学から入団。はい、大竹幸太郎です。よろしくお願いします。日暮し大和外野手、神奈川県出身、立花学園高校から入団。はい、日暮し大和です。よろしくお願いします。渡辺裕太投手、新潟県出身、新潟アルビレックスベースボールクラブから入団。はい、渡辺裕太です。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、入寮選手のご紹介でした。入団を代表しまして、代表取締役専務兼執行役員の太田博明専務よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。明けましておめでとうございます。で、今日ですね、この筑後に皆さんをお迎えできて、本当に嬉しく思います。この年末年始ですね、家族と過ごされたと思うんですけども、今までとやっぱりちょっと違うお正月だったのかなというふうに思います。これもちろんですね、今までの学生だったり、それ以外のこともあると思いますが、その時とですね、この後迎えるこの人生の岐路を持ったですね、お正月だったと思いますので、いろんなことを考えたのかなと、またいろんな方とですね、いろんなお話をされたのかなと思います。で、その中でもですね、これからプロ、そしてホークスの一員としてですね、やっていただくにあたって、自分自身でですね、考えていく、で答えを出すということが本当に大事になると思います。これは自問自答でですね、自分で答えを出さなきゃいけないんですけれども、その答えを出すためには、ここにいるですね、多くの皆さん、また監督、コーチスタッフ、フロントで、取り巻くですね、関係者、家族の方、いろいろいらっしゃると思います。いろんな人のお話を聞いてですね、でも最後は自分で答えを出さなきゃいけないというのが、プロだと思います。で、プロの一人の選手、そしてまたホークスの一員としてですね、4つのことを、少し心に留めておいていただければなと思います。1つ目はですね、まず自信を本当に持ってほしい。自信ですね。これは皆さん方がもう何万人の中から選ばれた本当に選手であると、またホークスに選ばれた選手であると、これをですね、本当に自信に思ってください。
いろんなことやってですね、うわ自分の力足りないな、大変だなとか思うことはあるかと思うんですけども、すごくいいところをですね、まあ、スカウトの皆さんが、まあ、見つけて、まあ、本当にこれから私たちを背負っていただけることをと思ってですね、選ばれた選手皆さんですので本当に自信を持ってほしいです。2つ目が自覚ですね。自覚はですね、まあ、先ほどから申し上げている通り、まあ、一人の社会人として、でまたホークスの一員として、まあ、ホークス今年80周年を迎えます。80年の歴史があります。まあ、それとですね、もう一つ、まあ、ソフトバンクグループ、世界にですね打って出ている、まあ、企業ですけれども、そのソフトバンクグループの一員でもあるということを、まあ、一つ自覚してですね、これからの行動を、まあ、していただきたい。で、3つ目はですね、結果だと思います。これは、まあ、プロとして、まあ、もちろんその良い結果を出すこと、でとことん技術を突き詰めること、これがすごく大事だと思います。で、4つ目、これはもう感謝です。ここまで育ててきてくれたですね、家族に感謝することは、まあ、当然だと思いますが、これから出会う方々すべてにですね、感謝をしていただいて、これからの大いなるですね、人生を、まあ、楽しんでいただければと思います。まあ、自信、自覚、結果、そして感謝、この4つをですね、まあ、心に留めていただいて、まあ、これからのホークスをですね、しっかりと背負ってですね、僕らと一緒に素晴らしい未来を築いていけたらと思います。これから頑張ってください。よろしくお願いします。太田先生、ありがとうございました。それでは、入寮選手を代表しまして、吉住遥人選手、一言ご挨拶いただきます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。このような素晴らしい環境の中で野球をさせてもらえることに感謝して、野球だけでなく社会人として生活もしっかりしていきたいと思います。よろしくお願いします。以上をもちまして、2018年入寮式、まずは中締めとさせていただきます。マスコミの方は、こちらにてご退出をお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
してボール。Okay,